で8月15日長江は、自分たちの武器を埼玉県の今の越谷近辺の方に疎開をさせて、武器を空襲で破壊されないように運んで埼玉の方にいました。そこで玉音放送を聞いたわけなんですね。ここでもう陸軍は解散だという時に自分の部下37人を集めて語った言葉です。ただいま玉音をお聞きいただいた通り、日本は負けた。誠に残念である。これからどうなるか私には分からない。師団兵器部からの指示を持ってみんなに知らせる。指示があるまで近衛師団の面目にかけて軽挙妄動をしないようにお願いする。皆さんには帰る故郷がある。私には帰る故郷すらない。私の故郷は沖縄である。6月に米軍に占領され玉砕したとも聞いている。私に比べると皆さん方は帰る故郷がある。繰り返し申し上げるが、静かに司令部からの指示を待ってもらいたいと、このような演説をして、部下を解散させて、それぞれみんな故郷に帰っていったけれども、当時は沖縄はもう通信も交通も完全な遮断ですので帰ることができなかったわけであります。まあ、そこで、福音局に勤めるんですが、その後ガザンビラで学んだ、産業、いわゆる解雇の仕事ですかね、これを片倉製糸場というところに就職をして埼玉で生活をするわけであります。